ははい皆さんこんこにちは、えー、にこしの森山です、えー、民法改正はこう攻める、えー、改正民法 V マジ攻略講座模擬講義、えー、こちらの方を始めていきたいというふうに思います、えー、今日は大つい中、えー、お集まりいただきありがとうございます、えー、1時間ほどではありますが私の方からですね民法改正の勉強の仕方あそれからあこの民法改正をどのように捉えて勉強していけばいいのか、えー、それから実際のです、ね、講義の模擬講義ということでお話をしていきたいというふうに思います 今回はですね全国のレックの各本校でお聞きになっている方もいらっしゃると思いますがぜひ、この民法改正というものをですね攻略していただいて合格、それから実務の方に役立てていただければというふうふに思います。 それでは始めていきましょうか今回はですねこちらの冊子の方がありますからこちらの方を使ってお話をしていきたいというふうに思います大丈夫でしょうかねで、こちらの冊子の方がですね私が執筆をしたこちらの V マジックという実際の書籍のまあコピーということになっておりますから抜粋ですね今回講義で必要な範囲だけ抜粋をしておりますですからその部分を使って今回ですね時効の今まで中断と呼ばれていたものがどのように改正されたのか ととといいいいいいうううここににつててお話をしていきたいというふうに思いますでこの民法改正というものをですねこれから実務に出るにあたってあるいは来年の試験を受けるにあたって勉強しなければいけないということになりますが結構大きな改正ですね。 でこれはまあ散々耳にしたかというふうふに思いますが再建法だけではなくて総則にもわたる大きな改正ということになります。で結構、考え方まで変わっておりますからもうゼロからこう勉強するつもりでですねこのあたりの項目については勉強していただきたいというふうに思いますね。ねねそれからあの2020年はです、ね まあ改正の当たり年ということで相続法改正えこれも本格的に出題されることになりますねですからまずはそのあたりをしっかり勉強していかないといけないぞということになりますで、まあ、相続法改正については一部先行・施行されておりましたからいわゆるですね実質証書の要件緩和これについては2019年の試験から実は試験範囲になっていたということではありますよねただ実際ににには試験に出題されずにまあその 寸止めというか、その実質証書のあたりは出題されて、顔が OK かと、応いの代わりに顔で OK かみたいな、そのようなですね判,、まあ、判例が出ていきましたけれども、ちょっとこの実質証書のですね財産目録について、実質じゃなくてよくなったよというところについては、出題はされなかったということになりますから、本当にこう2020年から再建法の改正、それから相続の改正について、出題されるということになりますから、こちらをしっかり勉強していかないといけないということになります。 でそれから2019年の試験で合格をする可能性がある、まあ、合格予定だという方もいらっしゃるかというふうふに思いますが合格をするという方も実際にはこう改正民法についてじゃ勉強しなくていいのかって全然そんなことはありませんこれから実務に出れば当然、改正民法で実務は動いていくわけです。で あのただ9、ま、法、あ、を知らなくていいわけじゃないですが例えばです、ね、相続でいうと7月1日より前に、えー、生じた、まあ、2019年7月1日より前に生じた相続については9法で、えー、こう実務をすることになりますから例えば遺留分減殺請求ってまだありうるわけですよ。でそれ以降の相続についてはそれ以降の死亡については遺留分減債請求というのはなくて、えー いうことになるわけですねだから、まあ、この過渡期に関してはもちろん今まで旧法を勉強した改正前の民法を勉強したというのであればそれはもちろん実務で生きるわけですよ。で私なんかも実務ですごい昔の相続で家督相続とかもやったことありますからそうするとやっぱりこう新しいことだけではなくて昔の情報も勉強したよなんていうのはそれなりに有利実務出ても有利になりますがとにかくまあ新しい法律を勉強しなければいけない特にこの平成18年会社法改正なんかでもそうでしたがこの改正というものをしっかり 勉強して、えー、それを実務で役立てると本当にこう第一人者みたいにすぐなれるわけですよ。 これが実務がもう平穏な時にですねに何か下克上を企てようといったってなかなかこうもう実務で経験積んでいる方の上に行くことはできないわけですがこの会社法改正の時には実務で忙しい方が全然勉強せずに新しいこう新人の方がですね一生懸命勉強してもう会社法については任せなさいみたいな形でもう本出したり口コミで広まったりしてもう本当にこう私の教え子なんかでも何冊も本書いてあのもう会社法の第一人者みたいに偉い顔をしている人もいますよ。ですから そんな形でこの民法改正についても司法書士の中でもですねいち早く勉強するんだみたいな形ですでに動いている実務家もたくさんいます研修会をやったりだとか自主的に勉強会やったりだとかだからこういうところは本当にチャンスなんですねだから2019年2020年合格する方っていうのはもうここで一生懸命民法を勉強していただいてそれをもう実務で役立てていただいてあ司法書士もちゃんと改正対応できるんだといった形で活躍をしていただければいいのかなというふうふに思いますね。 で、もちろん私もそれは負けていないというつもりでおりますから、民法がですね。この債権法改正ってすごく前からもう実は動いていてですね。もう一番最初話が出たのが、もう7年か8年前ですよ、えー、その時ですね。もっと前ですね。10年まあ、8年ぐらい前か。もう。最初はもう今の。 民法改改正正とととは全然形が違うようよなももっともっと抜本改正だったんですね。だらこれでもまだ縮小された方で、で一番最初言い出した頃はですね債権上渡の対抗要件を当期に一本化するとか言い出してたわけですよね。で私はそのもう8年ぐらい前に一番最初の勉強会にですね参加して一番最初こう立,法をです、ね、立法を担当していたというか引っ張っていた内田隆先生という方がいて直接ですねあの本当に当期に一本化するんですかと。 無理じゃないでですすかって言って言ったわけですよえそしたらいやそれは大丈夫でしょうみたいなこと言ってましたがやっぱり無理だったわけですよということであのそれはなくなりましたけれども、まあ、そんな形でえやっぱりこう無理っぽいものを徐々に排除していってだから本当にアクロバティックな改正をしようとしていてもういろんなところからこう反発もあったりしたわけですが、まあ、あの結構それなりの改正にはなって中規模な改正ということではありますが、まあ、ちょっと勉強は必要かなというところですね。 といううことでやっていきましょうか、まあ、あの前置きはそれぐらいにして、では一体どんな改正なのかということを実際の講義を体験してもらいながら理解していただくと早いかなということでお話をしていきたいというふうに思います。ではテキストの方ですね、あの後ろの方まで行っちゃいますが、177ページ、七十七ページ、このあたりからお話をしていきたいというふうに思います。時効の障害についいててお話をししきましょう で実はあのー まあ、改正3連発抗議ということであの運野講師え根本講師と一緒にです、ね、改正についてお話をしたあイベントもありましたがあそこではその前のところの消滅事項についてお話をしましたで消滅事項についても大きく変わっていてなんと起算点が2つになったとこんなことではあるわけですねで今回は事項の中でもさらに大きく変わっているこの事項障害についてお話をしていきたいと思いますでもちろんこれ皆さんご存知の通り民法総則の分野ですよ 再建法改正ではありますが総則でもここまで変わっているということを実感していただきたいんですね。総則の分野については時効だけではありません代理、それからあの意思表示のあたりも大きく変わっております。でその中でも今回はあ一つですね、えーまあ、皆さんがこれ勉強するとかなり変わっていて面食らうだろうということでここはいち早く慣れてもらいたいということで時効の障害についてお話をしていきたいと思います。のの障害というものは あの時効がですね。完成することの障害ということになりますので、今までであれば時効の停止え、それから時効の中断というのがありました。テキスト178ページに進んでください。 まあ初級講座ではないので177ページから178ページにかけての自己障害の意義みたいなものはあこれはもう家で読んでおいていただければいいかなというふうに思いますので、えー、改正点などを中心にですね効果ここがこう変わったよということを押さえていきたいんですが括弧、えー、2番のところを見てください178ページ括弧2番自己完成猶予自由と更新自由という耳慣れない言葉が書いてあります。2つの自自、えー、自己己己障障害害には自己完成猶予と 更新自由ががああると書いいててりますがメモを入れてください今までの中断が更新でです今までの中断が更新中断というのは時効が止まるだけではなくて振り出しに戻る振り出しに戻るというのが中断でしたねそれが更新となりましたそれから今までの停止と呼ばれるものが完成猶予完成猶予になっておりますあそれは名前覚えなければ あ,あ大した改正だないやまだ早いんですよ名前が変わっただけではなくて中身が全然違うということで今からその話をしていきます発想は一緒ですだからその次の行を見てください時効の完成猶予とは猶予事由が発生しても えー、時効期間の進行自体は止まらないが本来の時効期間の満了時期が過ぎても一定期間は時効が完成しないという制度ということで今までの停止のように振り出しに戻るわけではないが完成を一時猶予してくれるこれが時効の完成猶予になります。 今まで停止と呼ばれていましたがその停止の説明の中でいや事故がね振り出しに戻るわけではないんですが完成がちょっと猶予されるんですよみたいな説明をしてました完成猶予の方が分かりやすいってことで完成猶予って言葉が採用されておりますでその次にサッカーのアディショナルタイムのようなものだと書いてありますが、まあ、振り出しに戻るわけではなくて、えー、少ししたら完成しますよだからそのちょっとした猶予を与えてくれるってことになります、えー、これ本書いたときに、 あのロスタイムみたいなことを書いたら編集者の人がアディショナルタイムに書き換えてあの構成してくれたんですが私、この単語知らないんですけど実は。<laughs> いうことで、えーまあ、そういういものですよでそれからその下、これに対し時効の更新とは更新自由の発生によって進行していたあ時効期間の経過が無意味なものになりまたゼロから新たな時効が進行するということでこれ今までの更新と発想一緒ですよね。時効が止まるだけではなくて 今まで完成今までたまった時効が例えば5年なり5年たまった時効が無意味になってゼロに戻るまた10年かという話になるわけですこれがのの更新と呼ばれるものになりますこれも今まで考えていただければ皆さんはもう改正前の法律を勉強して慣れているのでそれ中断というふうに思っているかもしれませんが一番最初基礎講座で勉強した時のことを思い出してください。中断って言葉おかかしくないですか 止まるだけじゃないんですよ例えば野球の試合が中断したっつったら5回の裏で中断したらそこから始まるじゃないですかだから本当は中断って言葉はおかしいんですよ。元に戻るわけですからこれはもう更新ですよね。 リリセセッットトですよリセットだからリセットというふうに英語で言うわけにもいきませんからあこれ更新って言葉にしたんだよということになるわけですね。ではここまでいいでしょうかだから、まあ、このテキストはですねもう改正後の民法が勉強できるようにここはこう変わったよとは書いてないですが逆に皆さんが一度改正でこう変わったよと講義で話を聞いてあるいは改正を勉強したあとは新しい民法で勉強した方が絶対いいわけですよ。 だからこのテキストを繰り返し読むことによって完成後の民法の形が見えてくるわけですね。だからま,あまた余談みたいになっちゃいますがえ皆さんの改正の勉強というのはここはこう変わったここはこう変わったというふうに勉強するだけでは実は足らないんです。で例えば まあちょっとしたです、ね、手続き法の改正ででであれればそれでいいですよただこの民法の改正って変わったところが多すぎますから変わった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 変化だけ勉強しても完成後の民法の形が見えないわけですよだからこういうテキストで完成後の民法をさーっこう勉強することが必要なんですねだからもちろん講義ではあ旧法からどう変わったよってお話はしますけれどもそれを一通り勉強した後はこういうテキストでしっかり勉強する必要がありますえですからあの なあ私,の講座私はです、ね、このネオ民法なんて形でここがこ変わったとっいうえ畜城的に解説している本もありますがこちらで講座をやった方が絶対あの安く少なく作れるわけですよただそれじゃ力つかないわけです、えー、皆さんが改正後の民法を理解するためには改正後の形できちんと勉強していく必要があるんだということですねでは次いきます具体的自由ってところ見えますか178ページの下の具体的自由ここが大事です だから皆さんここしっかりチェックするなりなんなりで押さえてほしいんですが民法は権利者が権利行使の意思を明らかにしたと評価できる場合や権利行使が困難であるため猶予が必要な場合を時効の完成猶予事由としている時効の完成猶予事由というのが今までの停止よりだいぶ膨らんでますだ今まで停止なんてほとんど勉強してないわけですよなんかね天災が起こったとかいう時にちょっと停止するよみたいなことを勉強したりとかしなかったりぐらいのレベルでただ 179ページの上の図を見てもらうと更新よりも完成猶予自由の方がたくさんあるぐらい完成猶予自由というのが実は増えてるんです重要性が増してるんですだからそれを勉強していかないといけないんですが今のところ戻ってください具体的自由として完成猶予自由というのは権利者まあ例えば消滅事項でいうと債権者ですね債権者が権利行使の意思を明らかにしたこれが 完成猶予自由あとは権利行使が困難であるため猶予が必要な場合この後半部分というのは今までの停止と一緒ですよね今までの時効の停止というのも例えば、えー、婚姻中は権利が行使できないとかあちょっとですねいろんなこう天災が起こったから権利行使できないとかあちょっと権利行使が困難だから猶予が必要だよということで停止したわけですがそれプラス新しい民法では完成猶予自由に権利行使の意思が明らかになった。 あ権利者が権利行使をする意思を明らかにしたっていうのを完成猶予自由にしてるんですよだから今まで中断だったもので、えー、権利行使の意思を明らかにした系のものは全部完成猶予の方に移ってるんですねだから名前変わっただけじゃないってそういうこともう中身まで変わってますから覚えなければいけないじゃあどういうときに更新されるかというとその次の行を見てくださいこれもチェックですよ一方権利の存在について確証が得られる事実が生じたああこれ権利者には権利あるねと 確実性が明らかになった確証が得られたこれが更新自由なんですだから今までは単に権利者が意思を明らかにしたぞってだけで中断したんですよただ改正法はそうではない権利者が意思を明らかにしただけでは完成猶予でもう公的なレベルでこれはもう権利があることが確実だとなった場合が更新なんですこういうふうにもうレベルまで分かれてるんですね よろしいでしょうかでは具体的に見ていきましょう179ページの頭の図も一緒に見ながら見ていきますねこれから具体的に完成猶予自由と更新自由見ていきます、まあ、この辺りはあまり旧法との比較って形で条文無理すらありませんあの全然違いますからだからもう9法とここをなんか10文字変えましたみたいな対象表としてあんまり成り立たなくてもう抜本的に変えてますからこういうところはもう新しいものとして勉強しちゃえばいいだろうと思いますでは行きましょうか四角の2 裁判上の請求等による時効の完成猶予と更新ということで裁判上の請求つまり債権者が債務者に金返せと訴えた金返せと訴えたこれ皆さん改正前であれば当然中断自由ですよねところが括弧1番完成猶予次に掲げる自由がある場合はその自由が終了するまでは時効の完成が猶予されるということで完成猶予自由です。 百七十九ページの頭の丸一、丸二、丸三、丸四。まあ、丸暗記する必要はないですが、丸一番。裁判上の請求は押さえておいてください。え、裁判上の請求は今まで時効の中断事由でしたが、これが完成猶予事由になってます。考え方に戻りましょう。訴えただけで権利の確証が得られますか。得られないわけですよね。ですから、訴えたということは、あ、あいつ請求する気があるぞ。請求する気があるぞっていう意思が明らかになったわけですから。これは。 完成猶予事例です。医師が明らかになったわけだから、完成猶予事例になるわけですね。よろしいでしょうか？だから、時効の完成が猶予されるんだ。時効の完成が猶予されるんだということになります。だからあの訴えました。 で訴,え訴えて時間かかるじゃないですか民事訴訟を勉強するとおりで訴えている間に時効が完成しちゃったら元もともこもないですからじゃあ,あ裁判が終わるまで訴訟手続きが終わるまでじゃあ時効はストップさせておいてあげるよ、えー、アディショナルタイムにしてあげるよとただもちろん債権者が裁判で勝ちました訴訟で勝ちましたってなったらもちろん。 そうです確証が得られますよねですからその場合は179ページの一番下括弧2番更新自由になりますえ前期括弧1の手続きの結果確定判決または確定判決同一の効力を有するものによって権利が確定した場合には当該手続き終了時に時効が更新されるということになりますよろしいでしょうかだから、えー、手続きがが終わって判決が確定した場合にはお これはもう債権者に債権があることが確証されたぞということで事項の更新自由が発生するんだということになりますよろしいですかねであとは180ページの上から2行目でまあ、消滅事項の期間についてはここでは取り上げませんが、えー、この場合には新たな事故は10年になりますこれ今までと一緒ですね 裁判で確定した権利については10年より短い期間であっても10年とするよって条盤そのままですから10年となる。まあ、そのままのもの,ものについてもこれそのままだっていうふうに押さえておく必要はあるかなと思います。これまた別のところにも書いてあります。で、もしじゃ訴訟で負けたらどうなるか。訴訟で債権者が負けたらどうなるか。あるいは、うん、訴訟で負けたとしても債権ないからいいんですが、訴訟が終わっちゃった途中で例えば取り下げとか、あるいは門前払いの却下 訴訟要件がないことによる却下これは債権があるともないとも分からず途中で訴訟が終わっちゃったわけですね。この場合にはどうなるかっていうと180ページの上から2段落目事項が更新されるのは権利が確定した時だけなんだ。 これさっきやりましたね権利の存在についての確証が得られたときだけなんですえつまり債権者が勝訴し債権があると裁判所が認めてくれた場合のみだとえ確定判決または確定判決同一の効力を有するものによって権利が確定することなくえ手続きは終了した例えば却下取り下げなどの場合には事故は更新されませんこれ権利の確証を得られてないからつまり あの民事訴訟を勉強するとおり、却下とかそういう場合には、債権があるともないとも判断しないで、訴訟終わっちゃうわけですね、あるいは門前払いの訴訟要件ないことによる却下なんかの場合、そうですね、ですから、あこの場合はその次の一行チェックです、その手続きの終了から6ヶ月を経過するまで時効の完成が猶予されるということで、うん、例えば、却下判決が出ました、取り下げましたって時から、6ヶ月間の猶予があります。よろしいですか ですからまとめましょう、その下の図を見てください。まず、えー、裁判が始まりました、えー、勝つか負けるか、却下されるか、取り下げられるか、そんな未来のことはまだ分かりませんが、まあ、少なくとも、えー、訴え提起をしましたといったときには、えー、これですね、実感性が猶予されますで、手続きが終わります、その終わり方がまた問題で、勝ったぞ、原告勝訴したぞってときは、そこの時点で更新ですね、新たな事項が進行します。 で権利が不確定に終わった、まあ、負けたとしたらもう債権ないからいいんですが不確定に終わった却下された取り下げたこれは解決の基準が示されずに訴訟手続きが終わったわけですよその場合には更新されません権利の確証が得られないわけですから更新されませんですから完成猶予になります まあ本来であれば手続き終了までの完成猶予ですがはい、取り下げられましたって言って完成猶予がそこで切れちゃったらかわいそうなわけですねだからこの場合には6か月間さらに猶予されると、えー、手続き終了までの完成猶予がまずあった上でえで、ー、却下や取り下げ等で終わった場合にはそこからさらに6か月の完成猶予が働くんだと、えー、こんな形でえ押さえておいてくださいであとは皆さんこれを理解するだけではなくて、えー、合格するためには 覚えなければいけないので、百七十九ページの上の図に戻っていただいて、百四十七条と書いてある図表のところちょっと今三十秒ぐらいで目を通して整理をしちゃってください。大丈夫ですかね？えー、完成猶予と更新両方あるんですよ。で新しい法律これなんです。途中まで完成猶予 で途中からおこれは確実だってなったら更新に切り替わるみたいなこういうのが結構多くて次の強制執行等もそうですねではいきましょうか今度はテキスト180ページの下の方を見てください四角の三強制執行等による事項の完成要と更新と書いてありますね今までも 中断自由として差し押さえというのがありましたね差し押さえることによって時効が中断されるんだというのがありましたがそれの新しい改正版がこの強制執行等です。1番完成と次に掲げる自由がある時にはその自由が終了するまでの間は時効の完成が猶予されます例えば強制執行手続きって民事執行法で勉強することですが差し押さえた後に何とかしたり何とかしたりつって時間かかるじゃないですか。 例えば不動産の強制競売を思い出してください。そうするとその間は事故を完成したら困りますから。 完成猶予ですよ、えー、その強制執行の手続きが終了するまでは、あ時効の完成が猶予されますよということになります。債、ま、権、あ、者が強制執行したということは、もう権利行使する気満々なわけですよね。ですから、あ債務者の財産を差し押さえたなんてときに、これはその手続きの間は、時効の完成が猶予されるんだ、ただ、えー、こちら、ですね完成猶予ではある、完成猶予ではあるということで、今から見ていきますが、その前に1つ。 今までの改正前の民法は、自己中断中なんでしたかさっき言った通り、差し押さえですよね、これ、差し押さえって言葉使ってないんですよ、強制執行って言葉に切り替えました、強制執行って言葉に切り替えました、何を意味しているかっていうと、強制執行手続き全般に広げたってこと、例えば、丸四番見てください、財産開示手続きも完成用事です。 今まで差し押さえっつってましたから財産差し押さえなければ中断しなかったわけですよこれ新しい完成4 g は財産開示手続きまで含めている点がポイントでこれ立法担当者が言ってました、えー、財産開示手続きも入れたのがポイントですよもうえその立法担当者がそう言ってる以上これはポイントになるはずですだから丸4番の財産開示手続きっていうのもしっかり押さえておく必要があるかなというふうに思いますねということで 9法、まあ、では差し押さえだったも財産開示手続きも含めたあ強制執行全般にまで広げているんだよとだから1、2、3、4一度目を通しておけばいいかと思いますで181ページいってください括弧2番更新も起こります 上記格交易の強制執行の手続きで債権全額の回収に成功したものは債権が満足するので消滅するのでこれ以降、時効の問題は生じないこれもそうですねあの強制執行というのは債権を回収する手続きですから不動産を差し押さえた、配当で全額回収できたつったらもう債権消えますから問題ないんですよただ、例えば1000万の債権があって500万ぐらいの不動産差し押さえてで500万しか回収できなかったら500万の債権そのまま残るわけですよね。 でこの残ったときにその債権どうなるかというと上から3行目全額の回収ができず債権が残った場合には前期括弧1の手続きが終了したときに自己更新されます。ということで全額の回収ができなかったときには今見五500万の債権残りますからその債権というのはもう強制執行手続きが行われてますで強制執行手続きがきちんと行われてるってことは公的な手続きで権利が確信に至ってるわけですよ。だからその点で更新自由になります 更新自由になるんだ、えー、ということですねだからこれも2段階です最初手続き始めた時には完成猶予どうせ手続き終わることを想定してますからで、えー、その手続きが終わった時点で再建残ってれば更新とということになりますよろししいでしょうかでさらに細かいことが言うと3段落目ただし、えー、申し立ての取り下げまたは法律の規定に従わないことによる取り消しによって、えー、その自由が終了した場合には時効が更新されませんということですね。 あの今の2段落目っていうのはきちんと手続ききが終わった場合ですきちんと配当要求とか配当まで手続きが終わってああまだ債権残ってるねっつって更新するわけですが途中で例えば強制執行の手続きを取り下げたとあるいは取り消されたという場合にはささすがに更新されませんその場合にはその次手続きの終了から6か月を経過するまでは時効の完成が猶予されるんだ。 とということでまたですすすね6ヶ月間の猶予がありりまままとといいうことになりますページ戻ってください、ま、た上の図で整理してください原則強制執行等に関しては終了するまでの間完成猶予される取り消された場合にはさらに6か月間猶予されるでさらにあの、まあ、終了した場合は終了した時から時効が更新されるということをこの図表でしっかり押さえておきましょう、まあ、最終的には図表が頭の整理に役立つかなというふうには思います。 さあ次です百八十一ページ四番仮差し押さえ仮処分による事項の完成猶予これも旧法では仮差し押さえ事項の中断自由でしたねどうなるか想像できますか仮差し押さえって民事保全法の手続きですがどうやって入れるんでしたっけまた、あ、もどんどん切り替えていかないといけないですね民事保全法の手続きこれって 債務名義いらないですよね仮差し押さえて債務名義いらないですよねあのなんか署名とかすればできるわけですよということは実は権利の確証を得られてないんですということで仮差し押さえした場合には更新ではありません昔は中断だったんですが更新ではありませんということで二行チェックしましょう仮差し押さえ仮処分があった場合はその自由が終了した時から六ヶ月を経過するまでの間時効の完成が猶予されるんだ ということですねこれ、更新自由とはなっていない、完成猶予自由だ、でこれも、ですねもうそのあたりの民事訴訟、民事執行、民事保全の手続きを早期していただければ分かるとおり、この仮差し押さえの後は、例えば本案の提起だとかに進むわけですよね。 えー、あるいは仮処分なんかもそうですがあその後の例えば本当の民事訴訟の手続きに進むでそこで債務名義を得られて、えー、強制執行するとかの話になりますから、まあ、仮差し押さえだけであれば更新はいらないよね、えー、その後本当の手続きやるんでしょ、えー、そっちで、えー、更新自由とかは働く可能性がありますがあ例えばその後訴え提起や続行が予定されているわけですよだからこの仮差し押さえ仮処分のレベルであればもうこれは完成猶予だよね、えー、更新にしなくていいよね、えー、旧法と違って更新 にしなくてていいよねってことになってるわけです、ね、ということで179ページ仮差し押さえ仮処分に関してはあ終了から6か月を経過するまでの間は完成猶予自由だ完成猶予自由だといった形で、えー、押さえておいてくださいでは181ページです181ページ5番「催国による時効の完成猶予」 でこれは今までもあったと思いますが債国とは裁判上の手続きではなくえ単に手紙を出すなどしてえ債務の履行を求める意思の通知と書いてありますまあ、今回事項の勉強ですから意思の通知とか観念の通知についてはお話をしませんがまあ実際の講義では あの改正点だけではなくてあの皆さんが多分、えー、基礎講座やあそういうところでは抑えてないような、えー、そういうですね試験の合格に必要な少しハイレベルな知識も改正点以外もお話をしますからあこの医師の通知とか観念の通知なんかも過去問では、えー、触れられたことはあるわけですよですからそのあたりについてもきちんとお話をします。 再告、えー、というのはあ、まあ、単に手紙を出すなどして履行、えー、を求めるような意思の通知だ一生じゃないですね、意思の通知だということになります。で、その次見てください、再告があったときにはそのときは6ヶ月を経過するまでの間は事故の完成が猶予されるよということで、えー、これも完成予自由です、再告というのをイメージしてください、債権者が金払えと言っているわけですよ、意思が明らかになっていますが、別に権利の確証が得られたわけではないですね。だからこれは 完成猶予自由にしているといった形で改正法っていうのは確かに旧法と違っていろいろ改正されていて難しいですが結構論理的に作ってます。 だからあこれは債権、えー、者の意思が明らかになったんだとあこれは権利の確証が得られたんだきちんと根本を押えると意外と簡単に理解できたりするのでもう勉強の仕方っていうのがやっぱり重要ですよね。えー、こんな形で、えー、178ページの、えー、ところをきちんと押えた上で一つ一つアタックしていくということが重要かなといいううふうに思いますでそれから新法でもう一つ、えー、この再国について工夫しているのが181ページの5番の3段落目。 この2行は絶対押さえてください再国によって時効の完成が猶予されてる間に再度の再国がなされてもその再度の再国は時効の完成猶予の効力を有しないということで再国は一度きりこれ勝手にですね再国を何回もすることで結局まあ無制限に時効が完成しないというのを防ぐために再国は1回だけですよ再国についてはですね2回やったからといって12か月3回やったから18か月みたいなことはないんだとういうことになるわけです。 でこれ絶対押さえてくださいね西国は時効の完成を引き延ばすことを防止する必要があるんだ繰り返すことによる完成をですね、防ぐことを防止する必要があるんだということになっていきますまあいいでしょうでは次です181ページの一番下の6番協議を行う旨の合意による時効の完成猶予さあこれが全然耳慣れない全く新しい概念だというふうに思います 債権者と債務者で、ね、お金払っていやもう少し待ってくんないかな分割払いどうかなお金の払い方について協議をしよう債務者だってお金払う気はあるわけですよでも急に言われたって払えないじゃあ分割払いはどうかこういう支払い方はどうかちょっと待ってほしいんだいろいろあるわけです話し合いたいわけです協議を行う旨の合意 話し合いましょう話しし合いまょうって合意をすると時効の完成が猶予されると話し合いましょうって合意をすると時効の完成が猶予されるということになります。弁済方法とか支払い方法とかこういうものをですね債権者と債務者で協議をしようということによって時効の完成が猶予されるんだということになりますでこれが新しい完成猶予自由です。 で今から具体的な要件やりますから、まずは発想を押さえてくださいねでなんでこんなのが完成予事由になっているかというと、皆さんが債権者だったら、ってて完成して欲しくないですよねだから事故特にあの、まあ、消滅事故の話は気をしませんが、時効、短くなっているわけですよ、昔より。だからもうすぐ完成した可能性がある。 もう5年で完成した可能性があるわけですねえですからあの昔より時効が完成しやすくなってる点はある逆に言うと昔長すぎたわけですもう10年とか債権の消滅時効10年とか待ってらんないわけです普通はえですから短くしたというのもあってえ時効の完成ってやっぱり債権者はしてほしくないそうすると皆さん今までここまで勉強してきていろんな完成猶予自由とかえ更新自由がありますがじゃ時効の完成を止めるために一番いいのは何かっいったらやっぱり訴え定期ですよ訴え定期で勝てばもちろん更新までされますから。 そうすると、えー、普通に考えたらここまで勉強した中で、まあ、まともに、まあ、強制執行というのもまた次の話になっちゃいますからね、えー、まともにやろうと思ったらやっぱり訴えの提起になりますよねで。時効が完成間近だと。じゃあ時効を更新するためあるいは完成意義をして更新させるためじゃあ訴え提起しようなんてことになっちゃうわけです。なっちゃいますよね。だって他にまともな更新時はあまりないですからそうすると時効の 完成を止めるためだけに訴え提起するということが乱発する可能性があるわけですよ、時効短くなった点も考えて。で例えば、ですね債権者と債務者が自主的に話し合ってるわけです、こうやったら払えそうなんですけど、いや、私だってね、えー、払いたいんです、こうやったら払えそうなんですけど、協議しましょう、協議しましょう、あちょっと待って、協議の途中で悪いけど、完成しちゃうから、訴えるわ、なんで話し合ってる時にみたいな、なりますよね。だから これですね、ちゃんと完成猶予し話し合いをしてるときに完成しないということにしておかないとせっかく自主的に話し合って払おうとしてるそれをです、ね、水を差すようなことになっちゃうわけです。 せっかく話し合ってるのになんだよ、訴えやがってよ、なその気だったのかみたいな、そんなことになっちゃうわけですね、だからこれは、話し合うんだったら、完成待ってあげましょう、話し合うんだったら、完成待ってあげましょう、やっぱり裁判所を頼らないで、え自,自主的にこう解決するのであれば、それが一番だよねと、で、えー、それを阻害するような訴え提起をするのはよくないよね、え、なんで訴え提起するのいや、事故完成させないように、あじゃあ、完成させないから、ちゃんと話し合いなさいっていうふうに、猶予を与えてくれたというふうに思ってくださいね、よろしいでしょうか。 では182ページ1、2、3、丸1、丸2、丸3というふうにまあ今から要件やっていきますがその下のところに今口頭でお話ししたようなことが書いてありますのでえまあ後で見ていただければいいかと思います。では要件見ていきましょう。まず181ページの下から。 ですね、権利についての協議を行う合意が書面または電磁的記録でなされた時は次に掲げる一から三のいずれか早い時までの間時効の完成が猶予されるということになりますね。あの百八十一181ページの一番下協議を行う旨の合意が書面または電磁的記録でなされたこれ書面か電磁的記録でやる必要がありますなぜかというと証拠残しておかないとまたそこでもめ事増やすから。 せっかく完成猶予自由にしたのに完成猶予自由があるかどうかって無駄な揉め事は増やしたくないわけですよだからこれは結構新しい改正は書面とか電子的記録重視してますね、えー、書面電子的記録をここで要求しています、えー、旧法、まあ、改正前の法律って結構口頭でもいい点多かったんですがやっぱり証拠を残しておかなければいけないところはあ書面とか電子的記録を用意した方がいいところは結構ありますね182ページの頭から丸一丸二丸三 このどれか早い時が来たら、完成猶予事が終了します。だから、丸一、丸二、丸三のどれか。えー、来るまで、時効の完成が猶予されるんだ。丸一、合意があった時から一年を経過した時。だから、マックス一年ってことですね。マックス一年。で、丸二。その合意において、当事者が協議を行う期間を定めた時には、その期間を経過した時。例えば、八ヶ月って決めた時には、八ヶ月で時効完成猶予が止まります。 1>, 1年に満たないものって書いてあるのは一で1年がマックスだからですよだから1年2か月とか定めたって1年になっちゃうわけですねそれから3当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面または電子記録でなされたときにはその通知の時から6か月を経過した時債権者と債務者で協議をすることが前提ですからどちらからどちらからかもう協議はやめだって言い出した これはもう進みませんよだからそこから6ヶ月経過したら時効の完成猶予が止まりますよ時効が完成しますよということになるわけですよろしいでしょうか、まあ、こんな形で、えー、まあここで押さえておくのは181ページの下で、えー、書面または電子記録で行うんだということそれからあその期間ですねいつまでが時効完成猶予なのかということその2点をしっかり押さえておいてください、まあ、また図表に戻ってみていただければいいかなと思います であの私が出題予想しているのが182ページの括弧2番です先ほど「再国は何回やっても1回分だよ」国は何回回やっっても1回分だよって言いましたがこの合意は重ねられるんですですから括弧2番2行チェックです協議を行う旨の合意によって事項の完成が猶予されている間に再度の合意をした場合にはさらに事項の完成が猶予される。合合意意プラス合意は 時効の完成猶予二回分取れます三回目も1回です別に四回目でも OK です合意は重ねることができる合意は重ねることができる最刻プラス最刻ではダメですがそれ一回分の最刻の意味しかないですが合意は重ねられるんです理由は簡単次の行き書いてるんですねもっと時間かけて慎重に協議したいこういう希望に入りをしたって言うんですよ ですから、やっぱり、この当事者で話し合うっていうのは、やっぱり一番いい会計そうだし、そこを後押ししたいっていう発想が見えますね。まあ、その何年も話してうまくいくのかどうか知りませんが、あの、何年もこう話し合いたいということはあるわけですよ。ただ、これ悪用されたら困りますよね。やっぱり時効っていうのは、あの。 例えば、時効の放棄って完成前はしちゃいけないとかあるじゃないですか、公的な、半分公的なものですから、勝手にこう時効をです、ね、伸ばしたりなんだりすることは認められないっていう発想からしても、この合意が悪用されて、時効が完成されないようなことになっても困りますから、上から4行目、通算して5年です、マックスが、通算して5年。だから結構まあ伸びますよね。えー 1>, 1回1回の合意はマックス1年ですから5年まで OK ってことは、まあ、5回ぐらい重ねられるわけですよ。ということでマックス5年最初の合意と通算してマックス5年間重ねることができるんだということになりますよろしいでしょうかでは括弧3番言ってください協議を行う旨の合意と催国でさっきから言っている通り催国と催国は重ねられない合意と合意は重ねられると言いましたじゃあ催国と合意はどうか。 まず1つ目、告後の合意最初、最国があって、最国があるとどう,などうなりましたっけ、最国があると、6ヶ月間経過するまでは、完成しないですねでその最国があって、完成してない間に合意したら、その合意の分、伸びるのかって話ですよ。 見てください採刻によって時効の完成が猶予されてる間に協議を行う旨を合意をしても採刻による時効完成猶予の効力しか認められず協議の合意による時効の完成猶予の効力は生じないということですねだから採刻があって合意をした時の合意はダメです採刻分だけ完成猶予は採刻分だけになります次合意後の採刻 合意後の協議を行う旨の合意により事項の完成が猶予されている間に催告をしても協議を行う旨の合意による事項の完成への効力が認められず再国によるのの完成への効力は生じない今回も合意だけ。ってことは結局重ねられるのは合意プラス合意だけなんですよ。 最国プラス最国も最初の最国だけ最国プラス合意も最初の最国だけ合意プラス最国も最初の合意だけ重ねられるのは合意たす合意です。ということを押さえておくといいかなと思います。183ページ7番承認による時効の更新承認による時効の更新その前に。 179ページまで、179ページ、もう一度、表に戻って、ここまでまとめておいてください、まあ、何回も見ておくと覚えると思います、完成猶予と時効の更新ぐらいは今日完璧にしてですね、もう帰っていただければというふうに思いますが、では次に行きましょう、次は承認です。183ページ、承認、承認による時効の更新、承認は更新です。 括弧一番一行チェックです。権利の承認があった時には事故が更新される。百七十九ページの図表、ごめんなさい、戻ってみてください。実はこれ超珍しくて、完成猶予を経過しない更新自由です。直接更新されます。他のものは。 とりあえず完成猶予してじゃあ判決確定したから更新するとかあ強制執行も最初は完成猶予自由で、えー、終了したから更新されるとかあそんな話ですが承認は初めから更新ですこれ新法では珍しいですね、まあ、改正前の民法であれば結構すぐ中断しましたが改正後の民法であればあ直接更新自由となっているのは本当にまあこれぐらいですよしっかり押さえておきましょう ということで今からお話をしたいかなというふうには思うんですがただ、これ改正前と実質的な改正がありません、だから今までの勉強通りでこの承認のところはいけます。 だ承認というのは今までも中断自由でしたね、えー、債務者があ私は債務持ってますよって言えばそれは中断したわけですよだからそれは更新のままですだからこの完成猶予、えー、それから更新のところで今までと本当に何も変わってないのがこの、えー、承認ですねあの非常にこうお 変わってなないい、えー、懐かしとなな思うところですよだからこういうところを見るとありがたいなと思うかもしれませんがただ何が変わって何が変わってないかっていうのもちゃんと意識することが勉強ですから183ページのように変わってないところも一通りちゃんと自分であの読む。 だから何回も言っているとおりあのここがこ変わったというだけではなくてこういう変わってないところもしっかり一通り勉強する必要があります、えー、そうじゃないと変わったか変わってないかが分からないからだからここが変わった、ここが変わったとっいう勉強していると、えー、あそこ変わったっけって分からなくなっちゃいますからこういうテキストをしっかり勉強することが必要で改正後の民法をしっかり勉強する必要があります。 でもちろん講義でもですねそういうところでも重要なものについてはきちんとお話をしていきます例えば183ページ変わってないから勉強しなくていいかというと結構大事なところですよね例えば真ん中あたりに太字ありますが債務の一部を弁済する利息を支払う支払い猶予の申し入れをするこういうことは債務の存在を前提にしてますからこれはもう承認にあたりよねっていう判例は重要な判例ですよねだからもちろん改正後でも重要な判例なわけでしかもあの 改正内容変わってないから旧判例そのまま試験にも出せるわけでそういうところはきちんと出してくるわけですあのこれから皆さん、えー、来年の試験ですね民法の改正が試験に出ますが改正部分は正直そんな難しい問題出ないと思います平成十八年の会社法もそうでした一番最初は条文レベルですよだからきちんとこうどこは変わったかの条文しっかり押さえておけばいいんですが変わってないところは結構難しくしてくるはずです だからそういうところもしっかり勉強していかないといけないんですねで、この私の講座ではですね、改正点だけではなくて改正点以外についてはハイレベルなことまでお話をしますよと結構、ハイレベルなことまで書いてあるテキストですからでそれはどういうことかというと物件だとかそういう変わってない部分については今までのレベルを維持するあるいは高くしてくるはずなんです、だって全体の点数をあまり変えたくないわけですよね、合格点、基準点、毎年あまり変動させたくないわけですよ。 で法務省だって毎年変動させたくないと思っているわけです、えー、時々難しい年とか簡単な年ありますが、まあ、あのそれはですね出題技術の問題も多分多々あってそんなに変動させたくないわけですよ今年はぐっと難しくするぞちょっと脅すために簡単にしてみようかみたいなそういうことをしてるわけではなくてあ下がっちゃったっていうのが多分正直なところなわけですよで毎年一定のない狙ってきますとなったら改正論点で難しい問題が出せないのならばもちろんそれ以外の分野 で難しい問題出してバランス取ってくるはずなんですよ。あるいは会社法だとかのあたりはやはり今までと同じように難しい問題出してくるはずなんですよ。だそういうところはやっぱり今まで以上に勉強していかないといけないわけですね。ごめんなさい。183ページということでこのあたりは承認手続きについては今までと一緒ですから、えー、まあこの模擬講義のところではまあ時間もないですのでパスをしておきましょうか。184ページに行ってください。 184ペ,18ページのところでは、えー、これですね8番、権利行使困難な場合の自己完成猶予事由ということでこれは更新には至らない完成猶予事由ですだから179ページの図を見ていただくと一番下の行です、ページのの一番下の行完成猶予だけで更新にはいかないやつ。 完成猶予だけで更新にはいかないやつこれが158条から161条までありますこれは今までの停止の概念そのものです今までの停止の概念そのものです今までの停止についても完成が猶予される で、えー、完成猶予が切れたから完成しましたっていう、まあ、ゴールの手前で一時停止みたいな停止がありましたよねあれがそのまま、えー、この完成猶予自由になっておりますだか,ら、まあ、だからこの完成猶予自由というのは今までの停止の概念がここに収まっていてプラス更新から流れてきたものもあるといったことなんですよだから、えー、この184ページについては、まあ、今までの、えー、試験でも本当に過去問で昭和とかに出されたぐらいでそんな重要性がなかったあの 停止の部分がそのまま生き残っているのがこの完成猶予自由。こちらについてはそんなに重要性がないかな今までの流れからしてもですねそんなに重要性がない完成余自由です。で今までの停止の概念そのものです。ただ全く改正が入ってないというわけではありません。だそこはちょっと注意してほしいんですが括弧三番天才等です。ちょっと四行書いてありますから見てください。 見ました天才とこれ今までと何が変わってるのかというとまあえとこれ条文集ですがこれが新しい161条ですねでちょっとページがまたがって写せないんですがでえこれが九法ですよここですね3か月2週間今までこれ2週間だったんです。 天災等による事故の停止は、それが三ヶ月に伸びました。それが三ヶ月に伸びました。これは旧法の間から結構批判があったところだし、もう改正って二千 もう私が一番最初に多分、改正のです、ねえー、勉強会にいた時には2010年だか2009年でしたから、まあ、その後、まあいろんな災害なんかも起こってです、ね、その法制、えー、審議会というか話し合いの場でもです、ね、この2週間というのは短いんじゃないかという意見も結構出てきましたね、そしてやっぱり、えー、もう都市が機能、ね、停止してしまうような災害なんかも当然起こるわけでそういうときに2週間でいいのかと。2週間で あじゃあ2週間待ってあげるからあちょっと大変だったねとじゃあ2週間待ってあげるからじゃあその間2週間待つから2週間経ったらきちんと時効の更新手続きとかやりなよっていうのは無理ですよ。だから3ヶ月に伸ばししてくれました これ3ヶ月に伸ばしましたということでこちら、ですね天災等による時効の完成猶予が今までは2週間だったものが大規模災害なんかも想定して大規模災害の時に債権者に時効の更新手続き完成猶予手続きを要求するのは酷だから3ヶ月に伸ばしましょう3ヶ月に伸ばしましまょうというところはあったわけですだから、この完成猶予この今までの停止の部分についてはそれほど必要性はないと。 あの試験対策上とは思いますがこういう改正点もありますからそこはちょっと押さえておいてほしいなというところですねえ2週間が3ヶ月になったというのはこれあのそういういですねえ審議の議事録なんか見てても結構、向こうが力を入れて3ヶ月に一生懸命したんですよだからそういうところはもちろん法務省なんかもですねえ意識してますから試験対策上もですねあのまあ 一見目立たない条文ではありますがそういう意味を持って改正した以上ですね、まあ、出さないとは言い切れないところはありますからそういうまあ読みもあるわけです。ということでお話はしましたというところですね。というところで今回はですね時効の更新手続きそれから完成猶予自由ですねこれについてお話をしました。もううこここれ以上のこととははありませんんいでで前回まあイベントなんかでは 消滅事項の起算点が変わったようなんてお話をしてでそれからですね今回はこちらのですね完成猶予自由について事項の障害についてお話をしてこれででについいてはおしまいですただ、事項についてこんだけ勉強することがあったということなわけですよこれ早速ですよ。 で再建法はもっともっと変わってますからねだからこの改正についてはしっかり勉強していかなければいけないぞということになりますで最後にですねこの民法改正についての勉強についてなんですがまず皆さん、えー、まだ7月ですよねもうちょっとで7月が終わりますがあのもう少ししたら基準点の発表なんかもありますで、まあ、多くの方はこの基準点の発表があって動き出すなんて方も多いかというふうに思いますで、まあ、今今日もすごく 暑いですね特にこの新宿なんかはコンクリートジャングルですごく暑いですがまあなかなか暑い中で勉強するっていうのはなかなか難しいですよねえ特にこの、えーまあ、いつも言ってますがなんか不動産投記の細かな洗礼だとかもう教託でできるできないとかそういうことをですね今から勉強し直すだからこの時期にやってほしいものってのはやっぱりこの改正の勉強なんですね。 で民法改正の勉強をいち早くやってほしいというのは、まあ他のものについてはいくら、じゃ基準点の発表があったとでお盆が終わったと何かのタイミングで勉強ってやっぱり始めるべきなんですよ、まあ、例えば、来年目指そうという方ばかりではありません。あの例えばあの今年 受かる予定だともう全然完璧ですよなんて方もまあ少数ながらいると思うんですでそういう方もですねやっぱり認定交差は改正法の勉強だしそれから実務出てもやっぱりいろんな勉強していることが前提ですから何かしらやっぱり勉強って始めないといけないかと何か動き出した方がいいかなというふうに思いますがその時に改正からやってほしいかなというふうに思いますちょっと言いかけましたが教卓の細かいこととかこんな暑い中でできないですよ。ややるる気気も起起ここららなないいですよでやる気が起こらない中 たるいなあと思いながら教託の規則とか見てたってつまんないですよだからまずは改正からやってもらうで、そういう事情ばかりではありませんえ今言ったように認定講座でも必要だからまず誰でも必要な勉強ですねだから受かる受からない関わらずやってほしいで、実務ム出てもやっぱり行きますからでもう一つは改正というのは来年受からにあたって絶対勉強しなければいけないし早くかえやらないと身につかないということ 例えば民事訴訟とか改正がない部分については今まで一生懸命7月の7日に向けて勉強してきたわけです。で7月休みました基準点発表まで休みましたつってもやっぱりそれを思い出す勉強でいけるんですよ。ただ改正っていうのはゼロから新しい考え方を入れなければいけないんですから。 あの頭の中にですね、えー、と時効の中断じゃなくて更新だとか思ってるようではなかなか試験に立ち向かえないわけですねだからもう集団なんて言葉忘れるぐらいにまずはなんなければいけないのでそのためにはこの民法の改正の勉強からしないと他の科目のレベルに追いつかないんです他の科目を思い出すだけでいいんだから まあ人によよって違いますよちょっとブラッシュアップしたりだとかレベル上げなければいけない方もいると思いますが、まあ、基本的には一通り勉強しているで民法改正についてはゼロからなわけですだそれはしっかりやってもらわないとなかなか慣れませんそうですよね更新っていう言葉がまずは身につかない完成猶予が身につかないまずは中断から出てきてしまうなんてことになるわけですよだからまずは改正の勉強からやってもらうのが誰にとってもいいかなというふうに思っております。 よろしいですかねということで、えー、まずはしっかり改正から勉強してくださいで、先ほど教託は、まあ、教託を悪く言うわけじゃないですがあの、まあ、そういうよりやっぱり新しいものってやっぱり面白いですよだから試験が終わって疲れてる時期の気分転換としてやっぱり あのこれはいいプレゼントになるかなというふうに思いますので、えー、そんな悠長なことを言っている場合でもないですがだからしっかりこの改正点についてですね理解をしてもらうというのがまずは勉強のスタートかなというところになります。でその改正の勉強なんですが、えー、先ほどお話をした通りですね、えー、例えばこの V マジックのテキストなんか読んでいただければわ、えー、かるようになってますから、えー、こういう改正後のテキストをしっかりですねあの勉強してほしいということです。例えば 安直に勉強するのであればこういうふうに変わったよって言って済ませたいところではありますがそれでは改正後の民法の勉強ができないわけですよだからあの最初はまあ例えば講義なんかでも今日言いました通り中断が更新になっていると話をしましたがその後はしっかりこういうテキストで改正後の民法改正されたことを前提として勉強していただきたいというふうに思っております。 でこの講座の方では、ですねこのようにこのテキストを使って、えー、週2回、えーな、生講座の方ではこの新宿・エルタワ本校の方からですねお話をしていきます、この講座では、うん、今日のようにですね改正点もお話をしますしそれからそれ以外の難しい論点だとか押さえておいてほしいところとかそんなところもお話をしますから民法のレベルアップこれを目指していただきたいというふうふに思います。 で皆さんの気になるところとすればこの民法が変わることによって他の科目にも影響するのではないかこの民法の改正だけ勉強をしていいのかって話がありますがもちろんこのテキストのところでは民法のことしか書いてないですけれども講義のところでは例えば、遺留分減税がなくなったから不動産登記はどうなるかこの代弁罪の条文が変わったからその登記はどういうふうに変わるか。 あるいは時効が変わったから教託の時効はどう変わるかというところまで言及していきますから、まあ、例えばです、ね、インプットを全部、まあ、レックでも講座ありますが取るのはつらいと民法改正中心にあとは当連とかでやりたいなという方もいると思いますがそういう方もぜひ安心してこの講座を受けていただければ民法改正だけではなくて民法改正が他の国にどのように影響するのかまでお話をしますからその点で,です、ね、改正について対策を取ることができるかなというふうふに思います。 えー、ということでぜひですねあのご検討いただければというふうに思います。民法改正自分で勉強してもいいですが、えー、私なんかも,もずっとこの民法改正については、えー、やってきましたので講義を聞いていただければその肝所というのがわかるかなというふうに思います。でそれからですねこの民法 の勉強するにあたってこれ改正後の知識というふうにお話をしましたがこの条文がこう変わったよという一つ一つの動きも最初は必要ですねもうそれだけで周知してはいけないという話はしましたがえそれも最初は必要ですでそれが書いてあるのがこのネオ民法って本であの講義なんかでもこれを見ながら聞いていただければですねあこれが変わったんだといった形で意識できるで最初はその意識も必要ですでもちろんその後はきちんと改正後の民法の形で勉強してほしいということですから最初はあのこういうのを否定するわけではありませんのでこれがこう変わった よということでこのネオ民法なんかもですねあの講義に持ってきていただければあの非常にこう聞きやすいかなと、まあ、これじゃなくてもいいんですけど対象新旧が対象されるップは少なくともあの手元にご用意していただいてで、えー、もしよければこのネオ民法がおすすめですねそんな形でご用意いただければと思います。とということであの2000 20年の試験は改正民法という形でもう再建法、相続法これがもうダブルでくるというまあ大変な年ではありますよただ逆に言うとそこをどう対策するかによってもう運泥の差なわけですねだからもうスタートダッシュということでこの民法改正についていち早く人より効率的に勉強していただいてもうとにかく絶対合格ということを目指していただくで実務出る方はこの改正民法について抑えていただいてもう下克上を狙うと。 この後と私もおりますから改正民法についてもっと聞きたいよとかあるいは勉強の仕方について不安があるよあるいは改正民法以外でも不安があるよということでいろんな質問があると思いますけれどもぜひいろいろ聞いていただければいいかなというふうに思いますでは今日は暑い中ご参加ありがとうございましたぜひこの改正講座役立てていただければと思いますお疲れ様でした